皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学平面図形の3回目です。今回は垂線の書き方、これを説明します。前半では直線 L の垂線を書くんですけれど、 L 状にない点 P、 これを通る垂線の書き方、後半では直線 L 状にある点 P、 これを通る垂線の書き方、この順番で説明していきます。では始めます。1、直線 L 状にない点 P を通る垂線 M、 これを作図します。2つ書き方があるので、括弧1括弧2、このようにしてあります。直線 L がこのように書いてあって、点 P がここに書いてあります。まずコンパスを使います。コンパスですね、これを使って書きます。最初は点 P、 ここにコンパスの針を置きます。そして針を置いたら、この直線 L と交わるように半円を描きます。今こことここで直線 L と交わりましたよね。次はこの2つの部分、この部分とこの部分にコンパスの針を置いて、やはり弧を描きます。こうなりますね。でここに針を置いてこうなりました。今描いた弧はここのところ、ここの部分で交わりました。そして P とこの交わった部分、これをジョイントを使って結びます。P と交わった部分を結びますね。これが、L の直線 L の垂線の M ということになります。そして2回目に針を置いたここの部分とここの部分ですね、この時、ここから描いた弧、ここから描いた弧の部分、これは同じ長さにしてください。そうするとこのように垂線が出来上がります。さて次です。次は別の書き方です。こちらでは L 状に2つの点、これをまず決めてください。ここを A、ここを B としましょう。そしたら今度はコンパスの針を A と B に置いて、ここが P を通るようにこのように弧を描きます。B の部分も P を通るように、ちょっと伸ばさないとですね、 P を通るようにこのように弧を描きます。さあこのようにすると、今描いた弧、ここの2点で交わっていますよね。そしたらこの部分を定規を使って結んでください。ね、これが垂線 M ですね。直線 L の垂線 M、こうなります。つまりここは直角に交わっている、こちらも直角に交わっていると、こうなります。もう一度確認すると、こちらの書き方、まず点 P に針を置いて L と交わるように弧を書きます。その交わった部分、直線 L と交わった部分ですね、次はここに針を置いて同じ長さでこのように弧を書いて、交わった部分と P を結べば垂線 M の出来上がり。
こちらは L 状に点2つの点 AB をちょっと消えちゃってますけど AB を取って、今度は A に針を置いて AP という長さで弧を描きます。次は B に針を置いて BP という長さで弧を描きます。そして交わった部分同士を結べば L の垂線 M、これが出来上がる、こういうことです。では次は L 状の点 P、ここを通る垂線の描き方です。2、直線 L 状にある点 P を通る垂線の作図です。ここに直線 M があって L 状に点 P、 これがあります。この場合はコンパスの針点 P に置いて半円を描きます。では書いてみますね。 P に針を置いて L と交わるように半円、これを書きます。そしたら直線 L とここの部分で交わりましたね。次はこの2箇所に針を置いて弧を描きます。この長さでちょっと長めにして描きますね。別にこれ上に描いてもこれ下に描いても構いません。これにしましょうかね。いきます。同じくここに針を置いて描きます。ここの部分でちょうど、コンパス交わりましたね。ここの部分ですね。この交わった部分と点 P、 これを定規を使って結びます。点 P と今コンパスで書いて交わった部分、これが直線 L の垂線 M ということになります。ですからここは直角になっているはずなんですね。ちょっとずれた感じがありますけれども、そこはちょっと許してください。もう一度確認すると、 L 状の点 P、ここを通る垂線は P に針を置いてコンパスで円を描きます。円は部分的で構いません。ただし L と交わるように2箇所で交わる点、ここを決めます。次はこの交わったところ、ここに針を置いて弧を描きます。同じ長さでここに針を置いて弧を描きます。そうすると弧はここで交わりました。この弧の交わった点と P を結べば垂線 M、 この出来上がりということになります。よろしいでしょうか。今回は垂線の描き方、これを3つ紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。